最初ですよ、ウクライナの問題は、あんな明明白々なね、うん、ことをロシアがやるなんて、おそらく日本人の人はほとんど思ってなかったと思うんですよ。で、うん、ゼレンスキー大統領は最初はですよ、うん、やっぱ話し合いをしたいということをや,やってたわけですよね。でもそれでも彼のやっぱりあの歴史観とも世界観で持ってドーンとプーチンやったわけですよね。うんうん、だから、話し合いをしたいといえばこっち、相手も話し合いに乗ってくるということは、 もうないんだと。こういう、こういう理不尽なこともあり得るんだということは、やっぱ日本人は目の前で見たんだと思うんですよね。うん、ええー。だから日本の場合はさ話し合いということを提示すれば、向こうも話し合いに乗ってきてくれるということ、まあ、ように思う方もお、うん、多いと思うんですけど、でも、そうではない、こっちが話し合いをで姿勢を示したとしても、うん、花からそんなことはもう考えていない相手もいるんだということですよね。で、それは今回、やっぱウクライナ戦争の衝撃じゃないですか、日本人にとっては。 そうですね。はい、だから、あの、多くの人が外したんですよね。はい、あの、ロシアは攻めないって言ってたんですけどね。でも攻めちゃいましたね。まさかっていう話ですよね。でも、そういうことは、あの、あ,あり得るわけですよね、えーで。ですから、あの、台湾問題にしても、やっぱり日本の立場は、あの、一つの中国というのは理解するけども、うん、それは、 理解, <laughs> 理解する理解はするけれどもそれは平和的に解決をするというのが前提ですよね、うん、これを今の現状で武力変更をするというんったらそれはもう話が違うってくるぞということですよね特に先制国家の国っていうのは上が変わると、うん、上が命令するとそうなっちゃいますだからあのいくら世界があるいは台湾が話し合いで平和的に解決したいと言ってもあそうだねと言ってくれる場合もあるかもしれないそうじゃない場合もありえるということはやっぱ日本人は。うん 感じ取ってるやっぱり台湾問題について非常に危機感を持った,持ったんじゃないかと思いますけどね。そうですね、はい、本当にこれはあの果たして日本の場合はですよね周りに先制国家が多いですからね、えー、あのロシア、はい、北朝鮮,朝鮮中国で。しかもですねあああのやっぱりあのロシアがこういうなんていうんですかねあの ロシアというのは核を持ってもいい国なんですよね。うん、核不拡散体制と NPT 体制において。うん、で、特権を持っている国なんですよ。うん、でも、この五大国が核を持っていいというのは、うんうん、この五大国がちゃんとしっかりしている国だと。し,し, <laughs> した、従って、あの、他の国は持たなくても安心してくださいよと。ね、これが前提なんですよね。ねでもこれもだから本当はですよ。もう NPT 対策ができた時にこの五大国が持ってたから、この規制事実を認めて、で、枠組みを作ったんで、そうでまあそう,そういう変な話になっちゃったんですけど。えー、だから、だからまあ持っていない国は、その五大国がいい人たちだという前提で持って、我々はまあ安心して核は持ちませんと言ってるんですけど、今、核を持っているロシアが脅し上げたわけですよね。核を持っていないウクライナに対して。となったらその前提はの、なんな、どうなってんのってみんな思いますよね。中国だってやびかねないですよね。そうそう。 だから少なくともですよあの北朝鮮が、うん。 もう核を廃棄するっていうのは。残念ながら、私はちょっと望めないところ、ね。それなです無理でしょう。す要すに、あの、北、今、よく勉強してるんですよ。核を持てば、やられないと思ってるわけでしょう。えーえー、その意味で、あの、すべてを犠牲にして、核開発に。勤しんできたわけ。で、それをね、やっぱ、北朝鮮は今回、ウクライナ見ても、核心に変わったわけですよででウクライナは核を放棄したから、なっちゃったって言われて。 なので、今度のウクライナ戦争は北朝鮮が核を持つことに正当性を与えてしまったんですよね。うんうん、なので、よく言われるように北朝鮮、ロシア、中国、全部核を持っている国、うん、で全部あのトップがこういったらなびくシステムの国とこういう形、はい、最もあの戦争確率の高い地域です、はい、うここは。 こんな厳しい環境に携わる国って他にあるかと思ったら、ああなね、少なくとも私は思い込まないですよね。ねあの、核、こんなに先制国家で核持ってる国に囲まれてるのはなかなかないです。ねでね、よくあの、あの、イスラエルは非常に厳しいあの、環境に携われてるという例示、うん、としてありますよね。まあ確かに厳しかったですよ、うんで。で、もう何千年のユダヤの民の、放浪の民が、まあ、あの、パレスチナに、あの、天地を求めていきました。うん、しかし、まあいろんな、 あの行き違いから、うんまあ、周りは敵だらけですよねで第1位が第4位中東戦争を耕い,いたんで,でも非常に厳しい環境の中でも、えー、やってるだったのただ今ですよイスラエルあの辺で核持っててイスラエルじゃないですよそうそう核を持ってないであの辺で一番の軍事大国イスラエルですよ。うん で、もう、あの、周り敵だらけというか、もう、確か UAE とかエジプトとはもう国交もしていましたよね。うん、サウジとも確かもうこれから、ね、交渉し,しだしてるので、うん、バーレントもそうですよね。だからもう今、あの、イスラエルの環境ってもう全然変わってきてるんですよ。うん、だやっぱり日本の方がはるかに厳しいですよね。まあ、ね、イランだけですかね、ちょっと危ないっていう、ね、まあそうですね。だからやっぱり、ね、もう、 イランも確かに厳しいかもしれませんが中国、ロシア、北朝鮮こっちが抱えてるのは正うは核持ってますもんねイランはこれから持とうかという国ですからねだからそういう中でカナダのね防衛費って十分でした今までというかわれわれの時はですからい言われたけど1%で。 あの、中曽根さんが一応撤廃はしてくれたんで、まあもう、不分率みたいな感じで、まあ大体まあ、目安になってゃん,んですよね、GDP の、うん、で、そうなった時にですね、やっぱり、あの、まあ私たちが防衛力整備をやってた時によく先輩から言われたのは、まずは、まあいや、限られた防衛予算だから、まずは飛行機、戦車、潜水艦、あの、護衛艦、まあそういう、これを照明装備っていうんですけど、まずはこれを、まず、こう、立っておけと。 そして、状況が緊迫をすれば、弾とかミサイルとかそういうのに手をつけろと。要は、弾とかミサイルが山積みになってても、それを撃つたビークらなかったら、そんな軍、あの、防衛力の手を出しませんよね。だから、まずは、そうやって、その箱物を作っといて、で、緊迫した時に、その中身に入れる弾とかを、あの、やる、やるのがいいんだということをずっと教わってきたんですよ。となると、 あの1、1%は基本的に十分じゃないので、こちらにやっぱり照明装備に投入して、そしたらどういうことになるかというと、いわゆる継戦能力と言われている、弾とかミサイルとか、あと部品とか整備とか修理とか、こういうの全部後押しにしてきたんですよね。うん、でそれが今、あの、あのボディーブローのように効いてきてまして、で、これが、まあ、継戦能力何日持つかという話になり、あと <laughs>、うん、稼働率と言いますけど、要するにあの、 例えば、100機飛行機があったときに、あの、50機しか動かないだったら、稼働率5割なんですよ。はいうん、で、今、報道で言うと5割ぐらいって言われてるんですよね。だから、半分は今、動けないということで、せっかくも、あの、こうやって運、箱物というか、あの、照明装備を購入したにもかかわるですね。うんうん、ですから、あの、これからですね、あの2、2%ということなりましたから、以前よりは、だから簡単、単純計算機は倍ですよね。だから、あの、 以前よりはまあまあ十分お金がおいただけるところになったわけですから、えー、まずもちろんこちらの総面装備をあの協力するためにそれは資源を投入します。で、しかし、護衛官というのは、あの、今から予算取っても出てくるのが5年後。で、なおかつそれを戦力したら1、年かかりますので、うん、ま、やっぱ、手は打っとかない,といかんですね。まず先なんですよね。うん、しかし、先ほど言いました、ね、私の感覚、あ、先ほど前の、あの、時にも申し上げた通り、<laughs> やっぱ台湾問題というのは、そうそう、あの、ずっと先っていう話じゃないと思うので、したがって、うんうん、あの、ここは、やっぱりあの、とりあえず、あの、整備とか修理とか、あの、弾とかミサイルとかを、やっぱり、あの、とりあえず、こっちの方が、まあ、あの、調達には、あの、船よりはかかりませんから、うん、こちらの方に、まあ、ドンと入れて、そして、今、動いていない防衛力を動かすように、まずは処置をして、えー、っていうような方向に、 すべかなるほどね。うん、1%, あの1っていうのはね外したんだけどあの一番最初の番組で言ったっけに、えー、財務省のやつが会計課長とか要求しないって私はずっと思ってました、えーえー、なんで要求しないのって常に言うことをずっと思ってて、ねえー、あれななかなか ずっと1%でしょほぼ。えー、そうで要求しないから。あの、まあ、私らもですね、まあ、あの、その、あの、家中にいた人間だから、まあ、別の、まあ、こういうものかと,と思ったんですけどね。うん、でも考えてみたらですよ。あれ、あの、三木内閣の時に、あの、軍事大国には、あ周りの国々に不安を与えちゃいけないということで、うんうん、軍事大国にはなりませんということで、1%、うん、GDP1% で決めたんですよね。でも、中曽根内閣であれ、取<じ>っ払ったんですよね。ンン外したんですでも、なんか、 不なんかこうあの不均衡のことをずっと聞いてましたよね。だって要求<れ>要求してないわ。ね <laughs> 要求しなければ増えない。そういうことですよね。<laughs> そうそうそう。だから何ていうんですかね。こう1%で抑えられたら発想もそうなっちゃったってことですよね。私安倍さんに言ったの。ええ、要求しないからですよって言った。<laughs> 要求しなきゃ増えるわけないんですよ。うん、あの、要求がなければ、財務省はね、要求なきところに査定なしっていうことなんですよ。ということは、防衛省は悪い。い <laughs> やいや、だ会計課長が悪い。会計課長が、<laughs> あの、あんまり要求すると、あの、ほら、先輩に送かれだからね、財務省はですね、主規、防衛の主規化はっきり言って一番楽なんですよ。うん、だって要求しないから、うん <laughs> で。これで国防やってたんだから、ちょっと、私はちょっとね。ねなんか本当になんか。うん 考えてみたら、突破したでな、突っ払ったよなんでどなっちゃったかなってね、ねあの残っ,ったのかと思いますよねあ,のあとはあですよね、あの防衛省っていうとねあの、なんか宿舎がすごいでしょ、カールさん、どこに住んでたんですか、そもそも。一番長く住んでたのは、ですね、はい、あの武蔵中原って川崎があるんですけど、えー、そこの感謝に、えー、結構7、8年住んでましたね。でそのがが私が住んだ当時 当時30代から40の時ですけど、確かもう築40年だったっんですよ。でしょあの今聞いたらまだあるって言うんですよ。太陽エンス危ないじゃないですか、自身。まだあるってで。でなんか一番なか先にあの感謝が潰れちゃうんじゃないかで,ですから昔の作りになってますが、非常に狭いんですよね。<laughs> うん、で、お風呂だってもう一人入ったらもうこんな感じになって、うん、あの、バスタブが。で、あの、高いところでとこずいとこしてませんけど、 あの、点火もね、今なんかボタンを押したらパンと点火するじゃないですか。うん、普通のお風呂って。こうやってパチン、パチン、2、3回こうやってやるんですよ。すすで、種ミがポッとついて、そこのタイミングを見計がって、こうやってやって、ポッとつくというね。はい、<laughs> こういうやつで、まあね、今の若い人にとってはやっぱり、 なんちゅうか、ええー、って感じでしょうねあ。あの、せめ、あの宿舎はひどいと思ったんで、あ,まね、あれは今度建設国際で確か OK のはずですけどね。うんえー、ね、ぜひやっておいそこでゃないとだ。だいたいですよその、自衛隊の方でね、あの、衣食住がひ、ひもじすぎんじゃ、すぎないせんか。あのね、<laughs> 安倍総理がそれ言われたんですよね。えー 例えば沖縄行くじゃないですか。ね、で沖縄ってやっぱこう、こう、ヘンスの向こうはもう米軍基地ですよ。うんうん、でパッと見たらね、一軒家でね、なんかブランコがね、あとね、ねなんかプールみたいなのがあってね。そ、うん、れでまあ、あの、米軍の子供でワーワーやってるわけですよ。で、しかもこうやって一軒家みたいな。 で自衛隊はね、ボダンアパートでしょ、どう考えておったおかしいよなと安倍総理、言われてましたよそうでしょ、あのと、食事も結構貧しいとかね、最近、さっと出てきてますけどね、まあ、食事は比較的自衛隊はね、カロリーも高いし、ま悪くはないと思いますけどね。でも、あの感謝は今度、多分建設国債で OK なはずですけどね、だからあの安倍さんにも言ったんですけどね、建設国債出すの簡単で、要するに予算 一に一票をつけるだけで、あれ、各省庁全部書いてあって、<laughs> ええ、防衛省だけ書いてなかったんですよ。ええ、だからなんで防衛省ないのって、ずっと思ってました、ええ、私は。ですから、あれはな、確か福田武夫かなんか、が、見解が出されて、ええええ、あの、防衛。って、要するに、あの、なんちゃう、消費財だから。ええ だから、後に残らないから、ええ、あの国債は使わないと言われたらしいですよね、なんか。うん、あの本当それ嘘なんです本当それでもないのもあるんですけどね。ねだって残りますもんね、僕ら、ね。うん、残るし、<laughs> あと、私一番ひどかったのは財務省の時にね、後か私財務官僚で変わってる人だったんだけど、実は人工衛星を、実は建設国債でやったことあるんですよ。うんうん、で人工衛星。 私であと聞いたのが、あの、海上保安庁の。海上保安庁。建設国際そうそう。海上保安庁の船は建設国際で。国交省だから、海上保安庁国交省でしょ海上保安庁の欄がたくさんあるんですよ。そういう時に海上保安庁の中に一欄設けただけなんです。海上保安、あのね、国交省はたくさんあるから、要するに他のもたくさん対象経費が多いんで、ちょこっと入れただけなんです。でもね、そのくらい話なんですよ。でもですよ、どう考えたってですよ、じゃあ、護衛官だって建設国債作れるって話じゃないですか。 カからそれで済むと、財務省はねいや、警察の船は残って、でもね、尖閣行ってみない先にやられるのどっちかって言ったら、<laughs> それはいくらなんでも海上保安庁の船でしょって、ね。警察船残るって、ね、護衛艦は残らない前提もで考えてもらって、困だからね、とんでもない話でね、こういう話を安倍さんは結構してくれて、うんね、あのやったんですけどね。うん、でねああとですねあの、うん よくあの、GDP2% って、数字ありきじゃないかと。ええ、ちゃんと積み上げて、結果として2%な分わかるけどね、数字ありきじゃないかっていう。あ,あれもね、私おかしいんですよ。じゃあ、あれはあれですよ、GDP1% ってやってきたじゃないですか。であ、れって1、1%って積み上げかって、積み上げじゃないんですよ数。数字ありきでしょ。うん、あれはもう、あの、要する当時の政治、三木内閣は、軍事対抗にならないということを政治メッセージと示すために、まあ1%かなって話なんですよ。 全然積み上げてもなんでもないですよね。で今回はだからやっぱり防衛力を増強しなくちゃいけない。でそこで政治メッセージでどういう数字があるかとなったときに納得も2%だということで2%で全然辻も辻間はあったんですよ、ね。そうですね。うん、本当にあのまあでも安倍さんがいつ残してくれた話かもしれませんね。ううあのいい方向に向かっておりますよね。はいはい、だからまあ岸田総理もその路線で言っていただければありがたいなと思います、えー。そうですね。えー まあ、あの、河野さんと話してて、いろいろと、あの。<laughs> えっと,、えー、と、つ、なんか、好きな話多いんですけど、ね、えっ、ー、と、まあ、そろそろ、これで終わりに、そして、また、この番組に来ていただいて、はいはいま、思いの丈をいろいろとお話ししていただければと思います。どうも、本日、ありがとうございました。はい、どうも。